裏裏チャンネルようこそ。どうもグシーです。こんにちは。いや、なんか散歩してたら知らぬ間にここにいたんだよね。はい、じゃあ今日はせっかく浦和に来たので、浦和のボルテージでお買い物して帰りたいと思います。それではボルテージへレッツゴー。うまそう。お腹すいた。いや、神社編から気になってたんだけど、そのマスク売ってるとこ見たことない。てかそのマスク焦げてんだけど、なんでそれ焦げてんだか教えてみ。やっぱ浦和の空気はいいね。何指さしてんだお前。浦和の空気を操作したんかお前。はい、ということでボルテージの方に来ました。それでは買い物の方行ってみたいと思います。タオルマフラー取ってから行けってお前。ああ。はい、今日買ったものです。ででーん、浦和レッズのエンブレムのステッカーパソコンに貼らせていただきます。でん、はい、ということで無事買い物の方が終了したので、お目当てのものは無事買いました。ありがとうございます。また来ていっぱい買い物していきたいと思います。なんか普通にランニングしたらなんか知らぬ間にここにいたんだよね。ということで今日はせっかく浦和の街に来たので、浦和ポイントの方で、お買い物していきたいと思います。それでは浦和ポイントへレッツゴー。ポイントで何買おうかな。マスク的なものが欲しい。あとはなんかタオルマフラー的なものがあればいいかなと思います。うん、浦和ポイントすごいお気に入りで、自分の普段のファッションとかやっぱりスタジアムに行くときに身につけるグッズとポイントのものが多くて、まあこれはちょっとオフィシャルだけどよく行くお店です。もう浦和ポイントの移転前から考えると、もう浦和ポイントでもう何万何十万買い物したか分かんない。もうこの日のもう買い物楽しみすぎて楽しみすぎて、もう財布の中でも小銭もチャリンチャリンになって歩いてて、もうね、もう楽しみすぎて、もうだんだんこの映像がもう早送りに見えてきて、もうすんごい目回ってきて、もうあもうすんごい楽しみ、あもう何かをもうすんごい楽しみ。浦和ポイントの方に着きました。ここでお買い物していきたいと思います。レッツゴー。やってね。